神奈川中央交通東、厚木営業所厚木バスセンター場、小木の車庫神奈川中央交通東、厚木営業所は、神奈川県厚木市及川二丁目にの一に位置する、神奈川中央交通東の営業所の一つ。営業所略号は、神奈川中央交通厚木営業所時代から引き続き、青仕様している。最寄りバス停留所は、松連寺。厚木市を中心に、愛川町。 清川村の大半とえびなし、相模原市へ乗り入れる。厚木営業所以外に、厚木市三田916に、下尾木の総社所を保有する。本項目では、2017年1月1日の神奈川、中央交通グループの乗り合いバス事業再編に、伴い厚木営業所から分離した、神奈川中央交通東、厚木北営業所についても記述する。厚木北営業所は、 厚木市上尾木屋3596の一日市営業所略号は木となる。厚木北営業所は清川村方面への路線以外は厚木営業所との共感路線が多い。愛川町循環バスを除く管轄全路線で GPS によるバスロケーションシステムが導入されている。2008年度の厚木営業所路線概略図2010年現在の 厚木営業所エリアに乗り合い自動車が走り始めたのは、1919年に本田綱ツが設立した合資会社により厚木と平塚を結ぶ路線が開設されたものに橋を発する。当時は6人乗りの車両で乗用車に近い大きさだった。1921年には厚木町の河合熊吉らにより厚木と横浜を結ぶ路線が開設されたが、 1923年には、中央アイブ自動車に営業場とされた。同年には、厚木と藤沢を結ぶ片瀬自動車商会、厚木と戸塚を結ぶ鶴屋自動車商会の路線が開業している。関東大震災直前の1920年に、本田綱次の合資会社と合併して、厚木と平塚を結ぶ路線を運行することになった、相模自動車は、震災後に厚木から半、 原、橋本を経由して、八王子に至る路線の運行を開始、さらに1925年1月から厚木と棚を結ぶ愛北自動車紹介をはじめとして、厚木を拠点とする事業者が数社設立されることになった。1931年以降、片瀬自動車紹介と他2社が合併して設立された藤沢自動車は、厚木を中心に、 北方面への路線を運行している事業者を合併して路線エリアの拡充を図った。藤沢自動車は1937年に京王電気軌道の参加に入ることになるが、その後も八王子や津久井営業エリアを拡大していった。一方、厚木以南の路線の事業者も統合が進み、東海道乗り合い自動車による運行となった。 第二次世界大戦中の1944年に、鉄道省通帳による戦時統合により、藤沢自動車、東海道自動車及び伊勢原自動車は合併することとなり、神奈川中央乗り合い自動車が成立した。東営業所はこの時に開設されている。第二次世界大戦終了後の復興が一段落した1950年代は、三間集落への路線展開が進められた。 1960年代に入ると、東映業所エリアにもベッドタウン化の波が押し寄せた。二次元団地、一発団地などの大規模団地が造成され、団地へ乗り入れる路線を新設した。また、この時期に、東京写真大学が市内に設置され、通学路線バスの運行も開始された。1970年代には、厚木市内に、毛利団地、 アズ団地や松院台が造成され、育徳工業大学も設置されたほか、隣接する愛川町にも、内陸工業団地、春日大団地が造成された。さらに、1980年代に入ると、厚木市七沢に森の里住宅が造成され、近隣に青山学院大学や各社の研究所などが設置されることになった。これらに対応し、 次々と路線展開を進めていった結果、1985年度には所属台数が200台を超え、カンナ中でも最大級の営業所となった。しかし、バブル景気崩壊後の1990年代後半以降、消費の低迷や少子化などの影響で、バス利用者は減少傾向となったため、当営業所エリアでも路線の開廃が行われた。その一方で、 行政との連携による公共交通維持、復権にも積極的に取り組み、2005年にはバスロケーションシステムが導入され、2008年からは連接バスの運行も開始されている。所管路線の特徴として、大半の路線が本厚木駅付近を起点として、放射線上に広がる路線網であることが挙げられる。1、中津地区からは海老名駅発着路線も存在する。 また、各方面の主力路線が比較的長距離であることも特徴で、その途中にも団地、住宅地がある関係で、運行本数は長距離路線ながら多めに設定されている。1999年までは、相武大前駅を起点とする路線も担当していた。相武大前駅周辺は、相模原市で本来なら相模原営業所の担当と思われがちだが、同年に、 浅溝車庫が共用開始されるまで、相模原市内唯一の車庫だった、貝野原車庫が、相部大前駅から1 5トルも離れているため、当時本厚木駅、相部大前駅間を担当していた、東営業所が担当していたものである。以下に、現行路線を紹介していくが、ほぼ同じ方面に行く系統はまとめて紹介する。また本校では、バスセンターを、 pc と敵に略して記載するほか奇襲点が同一で途中経由値が異なる場合は主要停留所を太字で表す上尾木の車庫、半減方面一発段地松影台方面神奈川高科大学方面出入庫、系統その他の路線前進となる相模自動車が9二三年に厚木から半原橋本を経由して 八王子に向かう路線を開設したのが起源で、路線名は半原線だったが、これは平塚駅本厚木駅半、原の名称で東営業所管内では、厚礼にが該当する。途中の田代も連絡運輸の指定駅扱いで、愛好田代駅と称していた。国道412号線方面は、団地や住宅地も多いため本数も全体的に多く、特に、 厚木営業所無よりの松連時までの区間便が1日120本程度あり、この区間は日中でも毎時10本は運行されている。ただし走行する区間の大半が片側1車線のため渋滞の影響を受けやすい。厚い点02は相川町半原へ向かう路線で合わせて日中は毎時2から3本程度。厚さ3は夜間1便のみ設定され、 2008年2月4日に、新設された。厚1.02の両方の運行経路を合体させ、厚01沿線の利便を図る。厚厳しい搬送後前まで同一経路だが、厚01は、野外センター経由で国道412号線を、厚02は、田代経由で、県道54号を通行する。厚14も厚03と同様の経路を運行するが、一発団地。 松陰台経由である点が異なる。一発団地は厚木市内屈指の大規模団地で、一発地区と松陰台へ向かう路線も多数運行している。厚十二はその代表格で毎時2から3本が設定されている。2020年11月16日のダイヤ改正では、厚零後が平日朝、厚零六が平日朝及び深夜を除いた厚十二に振り替えられ、 日中及び土休日は一発団地松影大両方を経由する。圧令録の最終便は本厚木駅を25時12分に発車するが、これは神奈川中央交通の深夜バスにおいて最も遅い始発停留所発車時刻で小田急小田原線最終電車と接続して発車するため場合によっては遅延が発生することもある。なお、一発団地へは 神奈川工科大学経由の厚1 9も存在するが、大学利用者などで混雑する時間帯は本数が増加する。厚08は厚芸業所の出入庫系統で、2009年12月24日以降の平日朝上り便は連接バス、ツインライナー使用の急行便が運行される。なお、神尾木や車庫が拠点となっている。 厚木北営業所所属車両も厚霊8に重当されるが、運用の前後では、下小木の総車場から改装される。厚霊9は2013年3月18日に、新設された系統で、毎時1から2本程度が設定されている。山夜入り口から、三田地区を経由して、宿原へ向かう路線で、折り返しは、下小木の総車場で行う。厚11.14は深夜バスで、 厚14は、近年の駐車延長の流れから半原止まりを、野外センター方面へ延伸しており、神奈川中央交通の深夜バス路線において、最長距離を誇る。そのため、運賃も最高額で、半、原までの運賃は1,160円となっている。なお、厚例3厚14で、半原を超えて、野外センター方面へ乗車する場合は、通常の野外センター経由と運賃が、 合わせられているため、運賃表の表示額が減少していく。厚66は、宿原入り口から分岐し、三田、桜台を経由して、愛川バスセンターへ向かう路線で、厚木バスセンターと愛川町役場方面を結ぶ、路線では、唯一国道129号を経由しない。桜台から愛川 BC までは口述の厚64、海09と同一経路となる。 厚礼7、厚紙89は、小木の新宿から神奈川工科大学方面へ向かう路線で、離港前までは同一経路、ここから分岐し、厚礼7は厚木郷土博物館、厚89は一発団地へ向かう。厚67は、神奈川工科大学への乗客だけでなく、一般客も乗車可能である。情報処理技術者主験日やイベント開催時には、 臨時便が多数運行されるが、休行日ダイヤは運休する。2011年10月3日より一部便に、連接バス、ツインライナーが導入された。厚108は、離港厚木事業所への乗客専用系統で、ブルーイエローバスにより運行される。厚9.6667を除き、午前10時までと、深夜バスは本厚木駅始発となり、厚木 BC からの出発便はない。 また、厚4.08の一部便は本厚木駅が終点となる。厚木バスセンターから合同庁舎前を経由し、東京工芸大学、上古沢、毛利大団地方面へ向かう路線である。休行便以外の厚26、厚27と深夜バスを除いて本厚木駅を経由しない。厚26は毎時3本程度が確保され、朝は休日を除いて、 急行便が設定されている。なお、急行便は往路のみ通常運行しており、袋は入試などを除くと一年に数回運行されるのみのため、ここでは往路のみ記述している。厚十七は二千八年十一月四日に厚十六の終社延長、深夜バスとして新設され、二千九年十二月四日に厚十六の始発便を繰り上げる目的で増発された。 松蓮寺からの出港後は、東京工芸大学を経由しないため、小松大入口停留所は、I24 と同様に、県道63号線上となる。厚32は、上古沢まで向かう、厚29、9、厚46が、厚岸祭場の会場に合わせ2012年3月28日に、試験運行として循環化された際に、大の神、旗谷経由で、 循環区間集団の旗谷下まで運行する路線として新設された。循環運行は1年で終了し、厚32は存続する一方で、厚32を旗谷下の一つ手前である条文まで短縮した新、厚46を新設して、現在に至る。条文止まりは厚木市最上敷地内に校舎場が設けられ、折り返し場も敷地内にある。 厚32は1日数本のみの設定で入出港を兼ねている。厚48は日中毎時に便が設定されている毛利台、団地折り返し路線である。深夜バスも設定されているが、こちらは本厚木駅始発で小田急通り経由で運行する。厚47は2018年10月15日に新設された条分方向のみ運行する片道便であり。 途中毛利り台団地までは、厚48と同一経路を取り、一旦引き返した後厚46と同じ経路で、条文を目指す。平日のみ、夜3本が運行される。大正末期から、昭和初期までに六沢自動車商会によって、厚木と七沢を結ぶ路線が運行されたのが起源で、同時期には、七沢温泉自動車も営業を開始している。三十四を除いて、 神奈川リハビリテーション病院に乗り入れる関係で、車椅子対応のスロープ板付きバスが、比較的早い段階から優先的に導入され、全便ノンステップ、またはワンステップバスでの運行となった。1993年頃までは、七沢温泉、広沢寺温泉に乗り入れる便は少なく、神奈川リハビリで両路線の乗り継ぎを行う、形態だった。 すべての系統で本厚木駅を経由しない。広沢寺温泉入口広沢寺温泉間では、フリー乗降区間となっている。厚木バスセンターから愛川町方面へ向かう路線は、愛好自動車紹介による厚木一線が前進で、春日台、三瀬方面は、毎時2便、そこへ一神社経由が1便加わるダイヤだった。平日のみ、運行の私立病院経由が加わる。 時間帯はパターンが崩れる。圧62.7496は平日朝夕の未数本が設定されているのみで、圧60については1992年頃に深夜バスが計画されており、小田急線時刻表では1992年4月6日の運行開始が予告されていた。しかし実際には運行されず、翌年の時刻表には記載されなかったことで幻となった。 2020年11月16日のダイヤ改正で、圧60の区間便である、圧64が、夕方以降のみ設定された。これは、相川町役場以降の乗車率が低いことと、運用後の入港を早めるための処置である。圧59.7679は上り1便が、本厚木駅北口到着となるほか、深夜バスは本厚木駅発となる。厚59は、 三モから半原へ向かうが、朝夕数便の運行に止まっている。圧六63は、平日中心に運行され、土休日は、春日台団地止まりの圧六61が運行される。なお、平日も朝夕の一部便は、圧六61の運行も設定されている。淵延ノベ駅と半原を結んでいた旧、淵五59を、タナバスターミナルで、系統分割した路線で、 フチ59は、当時の会の幻想車所が担当していた。2017年3月16日から2021年3月12日までは、橋本営業所が担当し、会の幻想車所時代から数えて、約3年ぶりに、半払いの乗り入れ復活だった。厚木アクスとかつては、平塚担当だったが、利用者が急増したことで2004年2月23日から、 平日便が増発された際に厚木も担当することとなった。当初は臨時便扱いで10時までは厚木 BC、10時以降は本厚木駅南口からの発着となり、時間帯によって乗り場が全く異なる。使用車両については厚木担当便は連接バス、ツインライナー限定で平塚営業所の車両については一般路線車が運用されていたが、 2013年3月4日より一般路線車もすべて本営業所に移管された。ツインライナーを中心に PTPS が設置、運用されている。厚木バスセンターから森の里へ向かう路線で日中は厚43.44がメインである。厚45は平日早朝の厚木バスセンター発の片道のみ運行される。厚43.44は 奇襲点こそ同じだが、途中の経路が全く異なる。本厚木駅を経由するのは厚44のみである。厚44は本厚木駅方面のみ、過去に置かれていた青山学院大学厚木キャンパスの最寄りであった森の里青山停留場折り返し場を現在唯一使用している。大正末期から昭和初期にかけて1万便自動車紹介により、 運行された路線が前身である。利用者は多くないものの、宮ヶ瀬付近の観光客による利用が見込まれるために、本数はある程度確保しており、宮ヶ瀬までは日中時間帯は毎時1便が設定されている。上すすが谷を過ぎると山道に入り、土山峠を過ぎると宮ヶ瀬湖畔を通ることで眺めが良い。厚二重は宮ヶ瀬でイベントが行われる際には、 臨時便が設定されるが、こちらは、宮ヶ瀬ダムではなく、ビジターセンターへ向かう。上、飯山までは、宮ヶ瀬駅を含めて、日中毎時2本、幸福時までは、毎時4便が設定されている。宮の里線は時間帯によって、運行経路が異なり、日中は、圧16、それ以外の時間帯は、圧17で運行される。 2008年から厚17に深夜バスが設定され、2014年8月からは厚22にも深夜バスが設定された。上井山宮ヶ瀬は自由乗降区間で、停留所以外でも乗り降り可能。私立病院前、経由本厚木駅行きのみ、私立病院前では2カ所の停留所に停車する。全便、本厚木駅発は小田急通りを経由し、本厚木駅市役所入り口を経由。 いずれも、厚木バスセンターには乗り入れない。厚25深夜便厚25は、厚木市内を循環運行する路線で、平日は10分に1便、休日も7分に1便の高頻度で運行されており、伊勢原営業所も担当していた。現在は20分に1便と、大幅に減便されたが、厚26と合わせて1時間に6、7便が確保、されている。平日は深夜バスも運行。 厚95は2003年4月1日に廃止された厚27.28の代替として運行を開始した。王子行きの場合、それまでは LED 表示では上段に経由地である厚木警察署下段に行き先の王子を記していたが2003年2月からは下段の行き先が商業東高校王子に変更された。2004年4月以降は 上段の経由地に、商業、東高校、下段の行き先は、王子を記している。LED 行き先表示では、短期間での全車両の表記変更が容易であることを示した実例とも言える。その後、厚97が新設された。現在は、平日朝の大路便を除き、全便が、東団地経由の厚97で運行されている。厚1 8は、開催日のみ、 運行の無料送迎バス。平塚と共感であるが、基本的に平塚所属者が重当される。1日4便の I24 本厚木駅を中心に、放射線上に広がる所管路線が多い東営業所の中で、放射線を横切るように経路が設定されている。1日4往復のみ運行で、従来は本厚木駅愛好石田駅で、愛納地区を大回りする経路だったが、 厚木市内の渋滞を避けるための経路変更の結果、現在の運行経路となっている。海老名駅西口のララポート海老名前バスターミナルから国道246号新相模大橋、国道129号を通り相川町へ向かう路線。国道129号に入ると本厚木駅発のバス経路と合流するが、海0一の内陸工業団地内の経路は、 本厚木発のバスが来ない道路を通る。海例1は概ね毎時2から3本、海例9は毎時1本程度の運転。既存路線では相川町内の移動手段を満たせないことから相川町が神奈川中央交通より貸切車を借りる形で1995年7月17日より運行を開始した。当初は4コースを午前、午後2便ずつの運行としていた。 詳細は相川町内循環バスを参照のこと。相川バスセンターとは、相川町が整備したバス折り返し場で、相川町役場と同一停留場の扱いのために、正規停留所とはみなされていないが、上記の相川町循環バスをはじめ、相川町役場を発着する一般路線バスについては、循環バスの相川、後方ルートを除いてすべてここで折り返す。 交通の結節点として機能している。なお、相川町役場、相川バスセンター間のみの乗降はできず、あくまでも同一停留所扱いとされている。ただし、中津方面からの相川町、役場行きは、相川町役場でも乗降を行うほか、厚59.6096は停車しない。2014年3月31日までは、行き先も、相川町、 役場行きと案内していたが、4月1日より、愛川バスセンター行きと案内している。青山学院大学に停車中の圧36圧88は、観光用車両が専属で、中央圧85の側面、行き先表示圧101の行き先表示上、古沢折り返し場停留所名称は廃止当時の名称で記述する。清川村営バス2003年4月1日より、 清川村営バスの運行受託も開始した。愛称は、夢バスで、車内での現金両替はできないが、バス共通カードや1日乗車券、かなちゃん手形が利用可能である。運行経費を清川村が負担するため、村営バスとしており、運賃制度も一般路線と同様で自治体より、運行補助金を受けて運行する過疎路線バスに近い形である。 2006年5月1日より、と休日運休となった。使用車両は、運行開始当初は既存の神奈川中央交通の保有車両だったが、2003年8月より、トヨタハイエースとなった。しかし車椅子の利用ができないため、車椅子利用者は乗務員が手配した福祉タクシーを利用することとなる。この場合、福祉タクシーの運賃は、損営バスと同額になるが、 事前予約制で、運賃適用区間は、村営バス区間内に限られる。ウエス菅谷七沢は自由乗降区間で、停留所以外でも、乗降可能である。2007年5月28日、清川村議会において、村営バス、夢バスを含む生活交通確保体系のあり方について検討することが要請された。 村民へのアンケート実施などによる意識調査を実施するなど検討した結果、2009年9月17日の村議会において、村営バス、夢バスの廃止について了承が得られた。その後、広報紙、清川通信や該当地域での説明会を開催して村民への説明が実施された。同年11月9日、神奈川県生活交通確保対策地域協議会へ、 協議結果の変更申請申し出書きが提出され、同年12月31日をもって運行を終了した。2008年4月4日に運行開始された宮ヶ瀬湖周辺を走る観光シャトルバス。3月から11月の土休日のみ運行され、当期運休となる。運行主体は宮ヶ瀬ダム周辺振興財団で神奈川中央交通が運行を受託していた。その後、 新興財団がマイクロバスを用意して運行することとなり、神奈川中央交通は2009年4月26日をもって受託を解消した。一般路線バスとは別扱いで、運賃は大人、小児とも100円均一。バスカードパスも環境定期券、かなちゃん手形、1日乗車券は利用不可だが、公式サイトの時刻表検索、バスロケーションシステムには対応していた。 2020年11月29日現在、厚木営業所に111台、厚木北営業所に67台の配置がある。厚木営業所は、高度経済成長期による大規模団地の造成などによる乗客急増によって規模が徐々に拡大していき、1981年の時点で所属車両は163台となり、突塚・町田に次いで3番目に多い営業所となった。 その後は、団地造成に加えて、私立大学、研究所の移転が相次ぎ、1985年には、所属台数が200台を超え、神奈川中央交通最大規模の営業所になった。最終的に、路線車の所属台数は227台となった。その後、1990年代後半になると、道路渋滞による遅延などで路線の移管、短縮、 廃止が相次いで行われ、2005年時点では、戸塚、相模原に次いで3番目の規模となっている。同年2月には、東営業所管内全路線で、バスロケーションシステムの稼働が開始されたため、現在運行中の車両は全車両が GPS 搭載車となっている。その相川町循環バスには、日野、ポンチョとトヨタハイエースが専属で使用される。また、 厚38用として、中型車が2台、厚8.6705用の連接バスが4台、在籍する以外はすべて大型車となっている。当営業所には三菱不装、エアロスターの貸し切り兼用車、ブルーイエローバスが、後術の A13 も含めて5台配備され、主に厚1 8 1 0 8などで使用されている。ほか、厚木北営業所には茅ヶ崎営業所から転入した。 自転車ラックバス仕様のエアロスターが4台在籍しており、厚16.1920を中心に運用されている。カンナ中全体の車両外峡と同様、三菱不走製の車両の比率が高いが、日産ディーゼル製の車両も存在する。中でも貸切兼用車において1台だけ在籍していた日産ディーゼル車はカンナ中の貸切兼用車の中でも唯一の 日産ディーゼル生前中飛車であった。なお、2004年以降、日産型抵抗会社の実証実験を、東営業所が担当することとなり、アドブルーステーションを設置した関係から、日産ディーゼル車が継続的に配備されている。三菱不走エアロスターの OEM 供給車、スペースランナー A は、カンナ中では、本営業所のみに配備されている。 中型車は現在、イスズエルガミオが配備されている。かつては、エアロミディ S が配置されていたが、2009年8月に、ヤマトへ転属した。2014年1月に、三菱不走、エアロミディ MK2 ステップバスが上、小木の車庫に3台転入したが、2015年8月までに、廃車された。拠点となる本厚木駅は、小田急電鉄の単独駅では、 トップクラスの乗降人員で、厚木市、愛川町、清川村からの路線の大半が本厚木駅に集中し、この規模の都市の営業所としては、かなりバス利用者が多かったため、山間部の境内路線を抱えるにもかかわらず、全長11メートル級の車両の導入が行われていた。一方、2003年から投入が開始されたノンステップバスについては、原則として、 全長10メートル級で導入されているほか、2017年3月に伊勢原から2台転入した。かつては、夜行高速バス本厚木、町田、横浜森岡線は、東営業所が担当しており、夜行高速バス車両も1台配置されていたが、車両代替後に、庄内間な高バスへ移管された。亜ジさんという車番は、本営業所でも、特徴的な車両に不満される。 1994年に導入されたカンナ中に在籍する三菱 UMK218J で唯一の前扉車がこの車番を不番されているほか2003年に導入された清川村営バス専用のトヨタハイエースもこの車番を名乗っているメルセデスベンツシターロー 530G 厚に営業所に導入された連接バス ツインライナー2008年2月4日より、厚105にて連接バス4台の運行が開始された。連接バス導入は、神奈川中央交通としては茅ヶ崎営業所に配置されている小25に続き2例目である。当初は2005年度に導入が予定されており、この年に厚木市の予算に補助金が計上されていたが、ネオプランのセントロライナーが日本仕様の供給を中止したことから、 車種選定を改めて行う必要に迫られた。さらに新しく選定したメルセデスベンツのシターロ G についても製造メーカーであるエボバス側の事情で生産ラインに投入されたのが2007年にずれ込むなど様々な要因により導入が遅れた。シターロの日本への輸出例は単車体の車両も含めて初である。導入された車両はイギリス使用車をベースにしているが 車体幅は2.55メートルと欧州規格のままになっているほか、非常口についても、日本の放棄で定められた非常扉は設置されておらず、窓ガラスをハンマーで破って脱出するという欧州においては一般的な方式で、それぞれ特別認可によって実現した。また、夏季に高温脱出となる日本の環境では、歓迎値である、 イギリス仕様のままでは、夏季の冷房能力不足が懸念されることから、冷房装置については、アフリカ向け車両などに使用される、熱帯仕様となっている。排出ガス規制は、ユーロ5に適合している。定員は130名と、一般型路線バスの2倍であるものの、1台あたり7200万円と、高価であるため、政府や厚岸から補助金が交付されている。当初は、 厚105のみに使用されていたが、2009年12月24日以降は、厚08の急行便にも使用されるようになった。さらに、2011年10月3日からは、平日に限り、厚67の一部便にも導入された。滝木バス、サンタ号。ありがとうございます。